こんにちは、池上です。本日もパイロット Vlog クルーズをご覧いただきありがとうございます。さあ、ということで、もうまさに今画面を見ていただいている通りなんですけれども、リリースノート1.21.13ということで、徐々に番号も上がってきましたね。今回のアップデートがですね、非常に大きなものになっているので、もうこれはですね、明日の朝を待っていられないということで、今まだ朝の5時ぐらいで、ちょうど裏でダウンロードを回しているんですけれども、 それと合わせて収録して、できれば今日の夜に動画の方は出したいなと思っているんですけれども、どうなるでしょうかということで、実際この動画が夜に上がっていれば成功というところですね。ということで、前置きはさておき、えー、今回ですね、非常に大きなアップデートが入ってきているということで、その内容をざっと紹介しておいて、後ほど期待回りのところを中心にですね、見ていきたいと思います。ということで、まずはですね、 今回何が大きいアップデートなのかっていうと、5機ですね、新しい機体が収録されるということで、今回は無料でですね、5つの機体が追加されているということで、1機ずつ内容の方を見ていきましょう。まず1つ目がですね、FA-18 スーパーフォーネットですね。これはですね、以前からトップガンマーベリックの公開に合わせてっていうところでリリースされるっていう話が上がっていたわけなんですけれども、 その映画とのコラボレーションのデータっていうのは来年の春にですね、映画が公開されるタイミングで提供されるっていうことなんですけれども、それよりも先行して機体が発表されたということですね。ここの部分にも書いていますけれども、初めてのミリタリージェットとしてフライトシミュレーターの方に登場してきているということになってきます。 続けて二つ目、ボロセティということで、これはですね、機体の上にこういくつかプロペラがついていて、EV トール、エレクトリック版の V トール機ですね。エアタクシーなどに使われるということで、一時期非常に話題を集めていて、日本のメディアでも取り上げられていたことが多いんですけれども、そういった機体が出てきているということが二つ目。三つ目は、ピラタスの PC-6 ポーターということで、 この機体はですね、非常にこう、ブッシュパイロットの世界では、広く使用されている飛行機ということになってきています。日本に近いところだと、インドネシアの島国なんかで、ブッシュ輸送だったりとか、人の輸送っていうことに使われることが非常に多い機体ですね。この PC-6 に関しては、知り合いのパイロットが2名ほどですね、今インドネシアでまさに飛ばしているんですけれども、 また詳しいところはやっていけるかなというところですね。それから4つ目の機体は株ですね。NX 株ということで、またさらに株が一機種増えるということで、モデルの NX モデルっていうのが新しく追加されているということになってきます。それから最後、アビアットピッツのスペシャル S1S ということで、これはですね、副容機の機体ですね。アクロバットを行う、そういった機体で、翼がですね、上下2段ついている、 いわゆる服用機というタイプの機体になってきます。ということで、これら5つの機体が新しく追加されたということで、後ほどですね、細かいところを見ていきたいと思います。続けて大きなポイント、2つ目ですね。ニューエアポートということで、セントラルヨーロッパとアメリカ、ユナイテッドステイスということで、ヨーロッパの方が6カ所でアメリカが2カ所ということですね。大きなところだとチューリヒが入ってきているっていうのも、 なかなかポイントとしては高いのではないでしょうか。そして何よりも目を引くのがこの下ですね。パトリックスペースフォースベースと、あとはマリンコープ、海軍のエアステーションミラマーということで、もうまさに FA-18 ホーネットといえば、もしくはトップガンといえばっていう舞台ですよね。もうミラマーと聞くとですね、トップガンがパンと連想されるぐらいにですね、馴染み深い名前だと思いますけれども、そんな海軍の エアステーションが登場したということで、マリンコープのエアステーションミラマーが入ってきているという形になっています。それから空港関係のところですね、もう一点あるのが、アメリカの545のこれまで収録されていなかった空港が入ってきたということで、主にはプライベート空港が中心なのかなというふうに思っていますけれども、新しくデータとして取り込まれてきているというところですね。 それから最後にですね、目星いところで見ていくと、末尾二つのところですね。まず一つ目がシステム的なところで、ウェザーシステムの改良っていうことですね。健康関係のところがより良くなっているということで、下の方により詳しいところを書いていますけれども、ポイントとしては、より正確にノータム、いわゆる空港で出されているウェザー情報をピックアップして、それを反映させるかっていうところと、 あとはリアルウェザーの方で飛んでいると実際の空港のノータムをですねフライトシミュレーターの方から取得することができるということでかなりウェザー関係のアップデートっていうところは大きく入ってきているようですねあとは待ち望まれていた DirectX12 へのアーリーアクセスということでより強固なプラットフォームに移行していくというところだと思いますそれから最後にデベロップメントモードのリプレイシステムというふうに書いていますけれども ちょっとこの点については内容がまだ見切れていないので今後フォローアップしていきたいと思いますがリプレイ機能の導入がいよいよ近づいてきたのかなとそういったところだと思いますそして最後にフォトグラミーシティーズということで結構読めない地名もあって紹介が難しいんですけれども、えー、フィンランドのヘルシンキそれからドイツのフレイバーグですかねあとはイギリスからノッティンガムだったりとかニューキャッスルイーストバーン ダービー、ブライトンといったところで5カ所の都市とあとはフランスからは3カ所ですねそして最後にオランダから1カ所という形でかなり多くの都市でアップデートが入ってきたということになってきますということでちょっともうこのアウトラインを読むだけでもかなりボリューム大きいことが分かっていただけたと思うんですけれども引き続きダウンロードの方をしていって実際にフライトするところも見ていただきたいと思います はい。ということでですね、ダウンロードの方が終了して、機体の方ですね、マイハンガーの方にやってきました。今見ていただいているのが FA18 ホーネットですね。こちらがですね、新しく登場したということで、機体のリバリーとしては、このベーシックなカラーと、あとはフライトシミュレーターカラーで2パターンですね。トータル3パターンの設定ということになっています。ちなみにコックピットの方はこういった形ですね。 まあ実はですね、この収録前にワンフライトしてきたんですけれども、非常にですね、飛ばしやすい機体で、癖のない飛ばし加減、また再現度合いとしても結構プッシュできるスイッチも多くてですね、その点も良かったのかなというふうに思います。ただし、すべてがファンクションするわけではないっていうところで、今後ですね、モッドだったりとかそういうところも出てくるのかなっていうので、期待値としては高まるところですね。 はい。続けて見ていただきたいのがこちらのポロシティということで、エアタクシーの先駆けとも言えるぐらいのですね、集熟具合で登場している機体ということですね。かなりプロペラの数が多いことが特徴的ですけれども、次世代のですね、空飛ぶモビリティとして登場しているということになってきます。コックピットの中の方はこういった形ですね。ちょっと逆光で見づらいですけれども、どうでしょう。かなりシンプルな作りで、モニターと サイドスティック。これだけで操作するような具合ですね。シートもかなりスポーティーな感じですね。見た目はダイヤモンドの DA40 だったりとか、ああいったタグのスポーティーなバケットタイプのシートですけれども、こちらのボロシティも飛ばせるということで、今後飛ばすのが楽しみな機体の一つだと思います。はい。続けて紹介するのが、こちらのピラタス PC6 ポーターですね。 どこか動画などで見たことがある方もいらっしゃるのかと思いますけれども、この非常に鼻が長いのが特徴的な機体ですね。先ほども紹介しましたけれども、非常に堅牢なギア周りになっていて、ブッシュトリップなどでは非常に重宝されている機体の一つですね。パワーも見ていただいてわかる通り、非常に大きなエンジンを積んでいて、V トール機としての性能も非常に高いということで、 世界中の武士パイロットの世界で愛されている機体ということになってきます。ちなみにコックピット内はこういった形ですけれども、こういった部分、ケーブルが刺さったような、多少こう、お手製感があるような、こういった具合はですね、武士パイロットの世界を表現するような、そういった一面も見て取れるのではないでしょうか。ちなみに後ろはこういった形で、カーゴが詰めるような形になっていますね。この機体の場合はサイドシートすらも、 装備されていないというのがまた一つポイントかもしれません。確か記憶が正しければシートを付けたバージョンっていうのもあったと思いますけれども今回収録されているものはシングルパイロットでのオペレーションというところが表現されたそういった機体の構造になっています次に紹介するのが NX 株ですね株というとテールドラッガーのいわゆる前が2輪で後ろが1輪っていうタイプの機体が象徴的ですけれども この機体はですね、トライサイクルといって、前が1輪で、後ろが2輪と、こういった形になっています。コックピットビューに関しては、他の X シリーズとほぼ同じような作りになっている、そういった印象だと思います。ちなみにこの機体は、翼のところにですね、ノズルをつけて農薬散布に使われたりとか、そういった用途で使用されることが多いようですね。 特に積載もですね、後ろが一石ということで、荷物がいっぱい詰めるというようなわけではないですけれども、ユーティリティ的にですね、使用されるということで、特に街並みを眺めたりとか、そういった意味で面白い機体なのではないかなというふうに思います。このシートの質感なんかもレザーっぽくてですね、少し高級感のある、そういった機体ですよね。そして最後に登場したのが、こちらのピッツェの S1S ですね。 これまでも S2S というこの機体の兄弟分みたいな機体は収録されていたわけですけれども今回は S1S ということでコンパクトな機体でアクロバットを楽しめるそういった機体が登場したということになってきますこういった副用機ですね僕個人の経験では乗ったことがないのでなかなかレビューが難しいなと思ってあまり取り上げてきたことがないんですけれどもまた機械を見てですね こういった機体にもチャレンジしてみたいなというふうに思います。コックピットの方はこういった形でオールドスタイルのスティームゲージがついていると、そういった具合ですね。また、欲に張り巡らされている挑戦も非常によくディテールされているので、飛んでいての動きを見るとか、こういった部分も楽しみとしてはあるのではないでしょうか。また、動力が非常に目線の近くにあるっていうのも一つのポイントですよね。こういったノスタルジックな具合の機体ということで、 S1S の,の紹介でしたさあということで動画の方もかなり長くなってきたので今日はこのクリップで最後にしたいと思いますけれどもいかがでしょうかこの戦闘機の並びミラマーの方にやってきました今回はですねこの空港あのマーヴィリックがかすめた完成塔にやってきているわけですけれども今回はこの空港もですね ハンドクラフトで作られているということで、せっかくなので映画の象徴的なシーンでもある完成塔の方にやってきているんですけれども、この眺め、非常に壮観な感じですよね。特に今回はですね、ハンドクラフトの空港ということもあって、戦闘機のエリアには固まってですね、戦闘機が配置されているということで、非常に臨場感を感じる、そういった作りではないでしょうか。 ちなみに機体の方に戻ってくるとこんな形ですね。周りの機体の並びといい、この壮観な感じ。なんだかこう、今すぐにでも飛び立ちたい。そんな感覚になるのではないでしょうか。ちなみに、6ック前のところはこういった形で、軍の装備が並んでいる。そんな形ですね。これまで多くの空港は民間の空港だったので、置かれているものの違いも面白さの一つではないかなというふうに思います。 こういった形でヘリコプターなども配置されていますね奥にも一気に見えますけれどもこれまで見ることのなかったこういった機体がプレイされているのもまた一つポイントですね最後に軽くフライトの方をして今日の動画の方を締めくくっていきたいと思いますさあということでエンジンの方が立ち上がったので滑走路の方に行って離陸していきたいと思いますもうすでに一度は飛ばしているんですけれども非常に操縦性も高いですし 機機動性のの高さも感じるることでできるそういった機体ですねやはり最前線で活動する機体でありなおかつブルーエンジェルスのような形でアクロバット飛行まで幅広くこなすことができるというのはこういった操縦性の高さっていうところも起因しているのではないかなというのをそんな機体になっています。ということでまあもう半ばですねこういったミリタリーの機体に関しては素人目線ですけれども軽く飛ばしながらですね アップデートの方を振り返っていきたいと思います。ということで離陸までもう少し距離ありますけれども、早速総括の方をしていきたいと思いますが、今回のアップデートですね、5つの機体が登場するということで、これまでのアップデートの中でも特にターニングポイントの一つになる大きなアップデートだったのではないかなというふうに思います。また今のところですね、大きなトラブルは出ていませんけれども、 一部ですね、DirectX12 の方で対応に問題があるっていうことで、リリースが出たりっていうことをし始めているようですけれども、今後ですね、安定してくるところはあると思いますので、まあ、出始めならではの問題ではないかなと、そういった印象ですね。またこの後ですね、A32NX だったりとか、主要タイトルも今回のアップデートに合わせて色々な手こ入れをしてくると思いますけれども、 そういったところにも注目の集まるところかなというふうに思いますただいずれにしてもですね今、えー、先ほどですねアップデートが終わった直後に A32NX を飛ばしてみましたけれども大きなトラブルはなさそうだという感じだったので、まあ、そういった意味で皆さんもすぐにですねフライトの方を始められるのではないかなというふうに思いますということでまあ倉庫を話しながらですね離陸の方を始めているんですけれども こういった形で上がっていってギアアップですねこの相関の眺めっていうのもなかなか面白いところですよね特にこう映画などで見たことのある地形だったりとか街並みっていうところで非常に親近感が湧くというかですねああのシーンだなっていうようなのを体感できるそういったのも楽しさの一つかなというふうに思いますこういった形で外から見ると綺麗に ロールを打つ景色だったたりとかあとかあは見た時の街並みですよねもうこういったところある意味目が慣れてきたような形かもしれませんけれどもやはりですねハンドクラフトで作られていないようなエリアであっても非常に細かくディテールを見て撮ることができるので今回のフライトシミュレーターならではの良さっていうところを感じられるところだと思いますということでちょっとどこまで話したかなという感じもありますが 機体の紹介はこういった形で見ていただきながら、やはりこの完成度の横を抜けるということで、まあ、今は適当に横から通りましたけれども、こんなシーンも楽しめるのかなといったところですね。ということで、まとめの方どこまで話したかなという感もありますけれども、まあ、機体のアップデート、それから DirectX だったりとか、ウェザー関係のアップデートっていうところもどんどん入ってきていますし、今後また取り上げていきたいトピックスも増えてきているなというふうな 印象ですけれども一つ一つ見ながらですね進めていければと思いますということで本日もご視聴いただきありがとうございましたそれでは